ポリポリということでやってまいりましょう。ブルーホースでございます。男女と担いの大冒険クランカーの洞窟続きでございます。いやあのね、お宝ザクザクビーチのね、取り逃したハニカムがずっとどこだったっけっていうのが思い出せないまますっげーモヤモヤした状態で今やっているんですけど、まあそんなことよりもまず目の前のねステージをクリアしなければまあ元に戻ることもできませんよ。雨あられっちゅうことなんでね、まあまあ今やるべきこと、目の前のことをね一つ一つ処理してやっていきましょう。ということで、まずジャン緑、あった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 。結構ね、こういうちょこちょこ出てくるミニゲームがね、シビアっていうのがね、まあ、レア車の特徴って感じしますよね。あったおー。ふいっと。で、上かな？あったあったあった。こいつは、トンボ帰り。じゃあ。ほい。よいしょー。え、触手が生えてんだもんね。タコタ、タコ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 。これは、早かったき、あ、ちょっとめちゃくちゃギリギリだな。The last plus two, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Okay, よっしゃー。問題なし。そうそう、ね、ギリギリだろうがなんだろうがね、クリアすりゃね、正義なんでございますよ。これ水位が上がって、どういう仕組みなんだろうね、本当にね。ちょ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 。あと三つ。オッケー、金羽もらってみましょう。金、あ、ちょちょちょ、金、キング&羽羽。オッケー、あれ、俺3枚、あれ、4枚しかない。やばいな、これ行って帰って来れるか。不安がある。あと17枚。水中にいるのにこう体力が全然あれだね。あと、なんか止まったのはそういう仕様だったからか、それとも単純にコントローラーが言うことを聞かなくなったからか。まあね、コントローラーなんてさ、暴れん坊将軍みたいなもんだから。うん、まあ聞かぬなら聞かせてみせよう、ホトトギスジュエザ。思い出した、多分あっちだ。じゃあこっちからじゃなくて一回出てみようかね。出てみよう出てみよう。多分記憶が正しければ出てきて、エラコッキー、あ、ちょっと登っていって、そうだ、ボルトックスのあれだ、ボトックスしなくていけない。で、体のあれを良くするにはデトックスなんだよ。ふぃー、じゃあ発症！いってらっしゃーい。そうだ、これだ、これだ。思い出した、思い出した。で、こいつを、てきーん！そしたら、おびっくり！おめだぽーん！目玉ぽーん！ふぃー、ふぃー、ふぃー。すげえ、あー、ちょっと惜しいな。ノンストップでいけるって思ったら、あれだ、残念。こっち行ったら、ダメだから、こっち戻っていきましょう。痛い。痛い。意外といけちゃう。意外といけちゃったね。よし。へい。こっちみんな。近い近い。卵いっぱい。あ、こっちに落ちてくんのか。決まった。違う、俺が落ちた。俺が降りたかった場所じゃなかった。まあいいや。どうせあっちに行けるわけだから。すげえおどろおどろしい音楽だな。あれ？金羽。よし、OK。で、その前、次に行くべき場所が、まあ、ラストなんだけど、その前に、回復をします。よいしょ。ね、お腹が減った分はね、蜂蜜食べない。蜂蜜あれなんだよな、本当に。あれ、あー、間違えたわ。まあいいや、ごめんなさい、もう一回出ます。すいません。ウィーン、やっほー。ジュワンジュワン泳いでます。あっちゃ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 、あ、ちょちょちょ、なんで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 、待って、今思いっきりコントローラーをさ、まあ皆さんには伝わらないから残念なんだけど、右に向けてたのにこっちに向かって泳いできてる。さあ発射。ヒクヒクすな。実際のクジラもあんな感じなのかな、なんかヒクヒクしてんのかな。
閉まったんだよ。こっち進んでいかなきゃいけなかったんですよ。ういー、せっかく回復したのに痛い。痛いないね。うえー、3つ回復したのに3つ使っちゃうっていうね。結局元の木阿弥。あれ、こっちだったらね、普通にあれか。なんだ、出なくてよかったんじゃん。いろいろもうダメだな。うん、おじさんになるってこういうことなんですよ。記憶を一つ一つ失っていく。でも思い出は増えていく。アホか。よし、じゃあお願いします先生。あのね、なんかメガネ取ったらね、そのまま一緒に目も取れちゃうでね。ちょっとあの羽でシールドして敵から身を守る技、ね、教えましょう。これはすごいや。つまり無敵ってこと。もちろんグッドボタンを押したままにして C 右ボタンを押します。3Dスティックで動き回ることもできます。この技には金の羽が必要です。金の羽は一度に10枚までしか持ち運ぶことができません。さあ少しだけだけど貴重な金の羽を差し上げましょう。エネルギーが減っていますね。回復してあげます。ありがとう。このステージで覚える新しいアクションはこれでおしまいです。数が少ないんだよな。カン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 。あのね、生物じゃないんだよ、もうこうなってる。で、どうなってんだ。で、いい、このステージの方法100個全部集めましたね。頑張りましたね。待て、あのさ、6分で終わっちゃった。じゃあ、お宝ザクザクビーチを探検するか。カン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 。すげえ消費量だな。もう6枚しかねえ。よし、じゃあ、このステージはこのまま出ていきましょう。よいしょ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 。で、潜って、あ、あんはまあ別にいいか。はい。ちょっとずつ慣れていく。この、キーって音がすげえなんか恐怖心を煽ってくるんですよね。いい感じっすね。うん。カットしないよ。せめて面白い話何かしろよっていうね。なんか皆さんのさ、あのもし僕の数少ないご視聴者の皆さん、もうほんとレア者だけにレアでございますんでね、あの全部にちゃんとコメントを返信いたしますから、皆さんのバンジョとカズイの大冒険の思い出とか、まあ、なんだろう、うん、トラウマとか、ここで苦戦したとかってですね、あのそういうのをもうちょっといろいろ教えていただけたらすごい嬉しいなと思います。うん、僕も「いや分かるわ」とか「あそこで苦労したんすね」とか、なんかこういろいろとね、うん、皆さんとコメントを通じてお話がしたいなと思います。ぜひぜひよろしくお願い頼ます。ほい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 。じゃあステージ出ましょうかね。ほい、お疲れさまでした。ゆうとー、本部のベスト記録は現在100個です。星3つです。さあ、お宝ザクザク1か。うん、あ、その前にこの真下行こうか。うん、で、キングポット、おう、捨てる。おう、おう、ウェディー、おう、よう。無理じゃなかったっけ。次のステージは、ハワールだぞ。お前は、キーッとくじけるぞ。そうなんだよね。次のステージ、マジで嫌いなんだよな。おはよう、おいらは魔法のお鍋。同じ色のお鍋をもう一つ見つけましょう。近道ができます。ああ、あったあったあった。あ、貴重な貴重な金の羽だ。貴重な金色の羽だ。やった。登ったところであんま意味ないし、こっちも特にない。じゃあ戻りましょう。どういう仕組みなんだろうね。ここから急に泳がなくちゃいけないほどのこう深みにはまっていく。深みにはまる。まあちょっとザックザックする前に、メラーマーポーン。これでいいんじゃない。完全にこれさ、自分に取りたいのに自分をギミックにするってバカにしてるよね。しかもさ、床に引いてるってことはさ、いろんなやつに顔踏まれてるわけだぜ。お前はそれでいいのか、グランチルダ。あり方を見直すんだ、今のうちだぜ。ドン、チャンチャ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 ン、チャ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 。ギリギリ届かない。さあ、ザクっていくビーチ行きましょうかね。カニちゃん、
エビちゃんならぬカニちゃん。あ、ちょ、なんかね、ちょっとコントローラーを、なんだろう、向き変えるだけでね、ワイヤレス難しいよね、操作感が。じゃあ皆さん、恐怖のお時間でございます。残念でした。おめえの出番ねえから。あったんだけどさ。で、どうなったこっち？違う。こっちのどっかの箱の上だったか何だったか、どこだったっけな。いや、ないな。あ、この岬、いや、でもドクロが目の前にいる。壊れた。出番あったわ、ありがとう。いや、ないな。この辺りのはずな、あ、違う、この裏だったっけか。ちょっとクラッカーかなって、おめえがクラッカーだ。ここでじっとしてるんだぜ。はあ、森のクマさんは残念ながらね、じっとしてられないですよね。ある日、森のクマさん、イグソーに出会った。花咲く。ジグソーあったね。確かすげえ粘りだった。あやべ、これは非常にまずいです。食べて満足してどっか行って、食べて満足してどっか行ってくる。よいしょ。違うな、こっちじゃないんだよな、こっちじゃないんだよな。こっちの何かもそうだよ、取ってんだもんな。あれや、あそこら辺だったはずなんだよな。俺どこ行ったんだろうな。とりあえずちょっとカニのエキスをすすりまくって回復しよう。ふい、ありがとう。結構曲長々となってた。どこだっけ。あのね、見てる側からしたらいやって言うかもしれないけど、あの今回の目標はね、攻略サイトを一切見ないっていうね。20年前の記憶だけ、もっと25年前くらいか、記憶だけで頑張りたいっていうのがあるんだよ。よし、よしよし、むちゃくちゃ、むちゃすんな。絶対この辺のはずなんですよ。どっかに木箱があって、木箱の、あ、違うな、ちょっとおめえじゃねえんだ、おめえじゃねえんだ。キバコ、あー落ちた。おお、目の前正面から現れてきた。それはびっくりした。さすがに俺でもびっくりするわ。言えるんだよな、あざといよね。下とかか、いや、下にはないはずだよ。いや、よいしょ。ふい。あー、お前この野郎うまいな。ちょっと待って、そうそう、ちょっと待って、コントローラー固まってる。ふい、嘘やん。ふい。いや、まあそれで倒せるんだったら喜んでやるけど。お、いけた。お、すげえ。あ、すげえ、初めて知った。これで俺が海で一番の自由人だ。やったね。まあここでさ、残念ながらあのなんだっけ、あれは手に入らないんだけどね、金の羽は使い放題ではないからさ。あれ、そんな難しいところに置いてあるっけか。今この上だった気がしなくもないんだな。なんかこの辺のさ、ないな。ちょっ
に木箱があるわけるあ、うん、おおおお別テリトリーに入ってきてしまったのか。失礼しました、ごめんなさい、許してください。いやー食べないで食べないで、いやー美味しくないですよ。地味なものをちゃんとあの抜かないと、だからあのふたちさんのメンチカツかあのフライドチキンにしない、フライドベアか、フライドベアにしないとあの美味しくないですよ。どこ、この辺、ここね、どこだ、誰、嘘やん、ここのこの地域の倒したと思ったらいたんかい。やばい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 、オッケーオッケーオッケー、緑の塔、あーどこや、うそくない、ポンポンパンカーのあったっけー、あった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 、なんだこんな簡単なところに食われる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 、もうちょっと待って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 、やったー、あーこれで1個増えた、チュル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 、しかも1個増えた上にあれだ、体力マックスになった、やったクリアできた、これでこのステージに一切の悔いなし。あ、戻ろう。じゃあ、オープンドア開けてブクゲコ沼まで行っちゃいましょうかね。あー、入っちゃった。毎回これ抜かなきゃいけないってめんどくさいな。まああのちゃんとね、あのチートに出会うまではね、チート使わないで正規のルートに乗っ取ってやろうと思ってますんで、そこはご安心ください。あのそんな僕ズルしないんで、はい、ズルをしないで、あの時の気持ち、まあ記憶がどうしても残ってる部分は仕方がないけれども、まあゲームのクリアの、うん、順序に関してはちゃんと童心に返ってやっていきたいと思います。はーい、じゃあ登ろう。なんかゴリラいる、なんかゴリラいる、ゴリラってしゃくれてんのかな。結構180ってレベル高いよね。2つ目のステージ終わるまでにさ、 90% の運を集めていないといけないっていうのさ、うん、ういあお、あ、いけたいけた、よし。ちなみにこっちはいけんの、うい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 、260無理か。あ、違う、いけんじゃん、いけんじゃん、いけんじゃん。痛い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 。あ、ちょ、待って待って待って。全然倒せねえんだよ。よし。登って。まあ、こっちも気になるけどね。いっかない。くるくる。にゃは、にゃは。で、ブレンちゃん。おはよう。私のない姉さんはよく豚小屋で寝ているの。どういう状況？彼女が学校で一番だったのはお尻が大きいだよ。まさか、あ、たくさん、日本の感覚ですね。アメリカだったらお尻の大きい女性の方がモテるからね。水晶玉磨きで月刊デブボババの表紙を飾ったことを自慢するの。うるさい。ありがとう、ありがとう、ありがとう。3つ、ちゃんと話聞いたら回復してくれるの。あ、そう、しんじゃん。ちょ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 。ツボ。あー、苦手なステージの一つだね。ブックゲコ沼。よいしょ。で。このままじゃ話せないのね。了解。でかいな、よく見たらこいつ。私のデブ姉さんが一番好きなスポーツは、アラハンレースよ。どんなレース？勉強は嫌いなくせに、ブタブタハイスクールに彼女は通っていたの。あー、ちょっとよくわかんない。あのレベル感によるからね、それに。フランチューナの信じられない隠しゲームを教えてあげる。オーバー風船よ。鼻ちょうちんみたいな感じなのかな。はい、エヌーティー、そろそろ覚悟しな。お前の兄貴にはこれやせん、まだまだ無理だと思うよ、うん、まだあと何日先の話なんだろうなって気がする。なぜかここにたくさん大量発生している、いきなりティラニアたちですからね。この裏なんかあったっけ。ああ、いらないかな。よし、じゃあ
ここでね、一旦終了とさせてもらいたいと思います。次回はね、ここに入ったところからスタートしていこうかなというところで、次回、明日またね、やるんですけれども、お楽しみください。では、最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。チャンネル登録もよろしく。チャオ。